はい、皆様大変お待たせいたしました。ただいまから三線オンライン講座、イチャンゴン先生のコリアチックジャパンをお送りいたします。日本と朝鮮半島は共に2000年以上の歴史を持ち、伝統のある国々です。この間、隣国として交流を持ち、お互い影響を与え、または与えられてきました。前回の第1回は、日本の中の韓国というテーマで、日本各地に残る朝鮮半島の痕跡についてお送りいたしました。本日第2回は、韓国、朝鮮半島と日本の著名人というテーマで、お送りいたします。はい、では、先生をご紹介いたします。先生は、リ・チャンゴン先生でございます。先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、李先生は東京生まれ、東京育ちの在日朝鮮人3世でいらっしゃいます。韓国料理店を経営する傍ら、趣味の自転車で日本各地の韓国ゆかりの地を訪ねられていらっしゃいます。はい、それでは、李ちゃんこ先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、それでは始めたいと思います。本日の題名が、韓国朝鮮半島と日本の著名人という題名でございます。皆さんも知っての通り、韓国朝鮮半島というのは、日本から非常に近い場所にありまして、まずはそこからちょっと簡単に、見ていこうと思います。これが朝鮮半島と日本の地図です。皆さんもご存知の地図でございます。現在私が住んでいる東京から共和国北朝鮮の平壌、首都である平壌までは1290キロ。これを実際に日本の地図で見てみると、東京から福岡に行って鹿児島までの距離という距離になります。また、山口県から下関ですね、そこから釜山まで180キロ。この距離を見てみると、東京、静岡の距離でございます。そして、韓国に最も近い対馬、これが釜山までの距離が50キロ。東京、横浜の距離となります。これほど非常に近い、日本と朝鮮半島ですが、こういった歴史がいつから始まっているかというと、2014年の12月に発売された、発行されました長崎新聞にはですね、弥生時代や旧石器時代ではなく、もっとはるか昔の、縄文時代より先の、前の、旧石器時代にのものが、発掘されたと。その旧石器時代のものが発掘された内容には、朝鮮半島から渡ってきた品々があったということが発表されました。また、日本経済新聞、産経新聞にも出ましたが、弥生家渡来人が日本の方に入ってきて、日本の列島で、いろんな活躍をしたと。そういったものが DNA 分析で、分かったということが発表されました。今日は、そういった朝鮮半島から、韓国から入ってきた、いろんなことをちょっと伝えながら、著名人などの関わりをお伝えしたいと思います。まずは、そういった深い歴史、旧石器時代、それから弥生時代、さらにその後の神社についてから始まって、いろいろお寺、それから著名人などをご紹介したいと思います。神社というのがもともと日本古来のものと思われがちなのですが、実は朝鮮半島から渡ってきまして、BC 57年、朝鮮半島三国時代の新羅、新羅と言いますが、新羅の初代王、パヒョッコセを祀るものが神社の始まりと言われています。この初代王が亡くなった後、二代目の、安南へチャチャウンという二代目が、パヒョッコセを祀るために、建物を建てて、そして、祀ったというのが始まりと言われています。なので、このパヒョッコセのヒョというのは名前で、コセというのは様という意味を表すのですが、この新羅の、から伝わった神社というのが、この名前が残り、日本ではコセがコソとなって、
神社を表すようになっていきます。例えば鹿児島の小瀬神社、大阪の姫小瀬神社、三重の厳小神社、小瀬市神社、上小瀬神社などはそういった新羅の流れから来ていると言われています。この神社の後にですね、仏教が伝わってくるんですが、この仏教も、日本でいろいろ広がっていって、今現在日本には神社それからお寺というのが、たくさん残っています。まず奈良県などを見るとそういったものが非常にわかります。特に奈良の時代、奈良時代と言われている飛鳥時代、奈良時代という時代が、その仏教などが非常に残っており、朝鮮半島との関わりが見られます。ここでクイズですが、奈良県、奈良時代の奈良というのはどの国のどの言葉から来たものかということです。韓国語でウリナラ、自分の国というのが後々奈良という言葉になったと言われています。また飛鳥村、飛鳥時代、奈良時代の後ですね、飛鳥村、飛鳥時代の飛鳥というのはどの国の言葉からかというと、これも実は韓国朝鮮語から来ています。ウリナラの奈良、そして安息の地、安息の宿と書いて安息の地、これが安す、韓国語で安すというんですが、この安すか安すく、安すく、安すか、安すかとなったと言われております。なので現在アスカ、アスカと関連がある奈良のアスカ寺というのがあります。ここには日本から、今から1400年前に朝鮮半島で作られた釈迦如来像が今も現存しております。ここに行くと、写真が自由に撮れるのですが、こちらのお寺には、百済や朝鮮半島の関わりあるものがたくさん、展示してあります。またお寺内、境内では、新羅、百済の関わりがあるものとかたくさんあるよというのが、表札にも書いてあったりとか、掲示板に書かれています。現在の飛鳥寺は奈良のこちらの写真の方に、赤く四角く掲示されていますが、実は元の大きさはこういった大きさだったと言われています。この飛鳥寺、蘇我の馬子というもの、方が建てたと言われているんですが、この蘇我の馬子がどういう人物かというと、まず父方の方が朝鮮半島の百済人、ペッチェの人、母は高句麗、高句麗の人だと言われています。そして当時、蘇我氏と物部氏が、ライバルとして戦い合ってたんですが、最終的に物部氏に、勝ちまして、蘇我氏が実権、政権を握るという、そういう時代でした。また聖徳太子が蘇我の馬子を頼ってですね、朝鮮半島から技術者、それからお坊さんなどを、たくさん、招待したと言われています。そして蘇我の馬子自身が天皇家に近づいて、親戚や娘、兄弟を結婚させることで国家の権力を握ったと言われています。蘇我の馬子は最終的に亡くなった時に、石舞台、奈良県にあります石舞台古墳というのは彼の墓と言われています。そしてここにちょっと書き足せませんでしたが、実は蘇我の馬子の孫にあたる人が誰かというと、大化の改新で暗殺された蘇我入鹿ということになります。その蘇我の馬子を頼り、そして仏教を日本に広く広めたというのが聖徳太子です。聖徳太子は仏教に非常に興味を持ち、またこれを国民にたくさん広めようということで、仏教の信仰を深めていきました。そんな聖徳太子が、朝鮮半島から多くの坊様を招待し、そして技術者を呼ぶことで、まずは四天王寺、それから先ほどの飛鳥寺を建てたと言われています。四天王寺は大阪にあります。この四天王寺の裏門の方に行くと万象堂というのがありまして、ここの説明文にも百済より最新の技術者を連れてきたということが説明文に書かれています。そしてこの時に招待した技術者たちは後々会社を建てて、現在も、世界最古の会社と言われていまして、ギネスブックにも書いているんですが、
金剛組という会社が今も残っています。さあ、この時代聖徳太子が招いたお坊様は数々おられましたが、その中で道生行基というお坊様をご紹介したいと思います。道生行基、現存する写真や絵やそれから、銅像がこういったものですね。まずは道生です。道生は24歳の時、中国の唐へと向かって、唐で、偉いお坊さんから指導を受けます。その指導を誰から受けたかというと、西遊記でも有名な三蔵法師から、指導を受け、仏教を習うことになりました。道生は先生、師となる三蔵法師から8年間の指導を受け、そして日本へ帰ってきました。道生の父方、母方を調べてみると、百済王の秦始皇の子、秦孫王を発祥とする氏族だということが分かっています。この渡来系のお坊さん、道生は、後に、興福寺、薬師寺、それから法隆寺、こういったお寺を建っていきます。修学旅行などで非常に有名なお寺ですね。その他道生は大阪にも2つのお寺を建てていきます。こういったことで非常に仏教を広めたという人です。その道生の弟子にあたる方がどの方かというと、行基です。この行基から14歳で出家して、そして71歳まで仏教を広めて、で、お寺をたくさん建て、大仏も建てたということです。特に有名なのが奈良にある東大寺です。奈良の駅前にはこの行基の銅像が建っています。道生のルーツをたどっていくと、百済系の子孫で、父方は高修寺という子孫であり、もともと百済の王族であったと言われています。また母方も八田氏といって百済人であったそうです。行基は東大寺を建てる際、国中の村寺君麻呂という百済から渡来した、祖父を持つ技術者を登用し、そして東大寺を建ててきました。また技術者指導者として竹地の実麻呂という方も技術者を指導させて、行ったそうです。彼もやはり渡来人の技術者でした。非常に大きい、東大寺の大仏は盛り土をしまして、その中に銅を流して作ったそうです。制作には非常に困難を極めたそうで、ほとんどの技術者たちが百済からの渡来人だったそうです。そして世界でも最も大きい銅で作られた仏像を作ったそうです。しかし完成後数十年の間、亀裂やひびができ、103年後の地震で、とうとう首が落ちる事故があったそうです。まあ、その後修理されて、その後は火事に壊れたりとか、現在のものは4回目のものだそうです。仏像の外側から見ると、東大寺はこういう形をしております。さて、この東大寺の建物、本堂の、まず注目すべきところがこの石畳です。石畳は、実は、4つの国の石畳になって、石になっております。一番最初の仏教の始まり、次に伝わった国、またその次に伝わった国、そして最後に、日本という形ですが、仏教の始まりはインド、次に伝わった国が中国、そして朝鮮半島、最後に日本。つまり東大寺の石畳の石はですね、真ん中にインドの石を使い、両脇に中国の石、朝鮮、韓国の石、そして日本の石で石畳が作られています。行基の功績は、この東大寺だけではなくて、庶民の救済こそ仏教本来の姿であると伝えながら、多くの庶民を助けていきました。また49の寺院や社会事業をすることで、土木坊さんという別名もあったそうです。特に庶民が一番、命として大切な畑の仕事などで、やはり大切なのがお水ですね。そういったお水を貯めておくために、大阪最大のため池である久米田池
なども彼が作ったと言われています。こういった神社仏閣の数はですね、京都や奈良が非常に多いと皆さん思いがちでしょうが、実は、奈良が3224、京都が4838、ところが東京は4335、大阪は4131という数で非常に近い数があり、とても京都や奈良と比べてもあまり差がないような感じですね。そして、この朝鮮と関連する、お寺や神社だけでなく、地名や史跡などが非常にこの4つの県で多いのですが、私が調べたところによると、場所的なことですね。奈良は51箇所、京都は87箇所なのですが、東京は145箇所、そして大阪は284箇所という、大阪の方が非常に、史跡が多いということがわかります。さて今日は、最初にこういう地域的なことをお伝えしたんですが、題名の通り、韓国朝鮮半島と日本の著名人ということで、まず、有名な方から紹介していきたいと思います。真田幸村信繁ですね。この方。皆さんも知っての通り、NHK 大河ドラマで真田丸というので、紹介され、ドラマで非常に人気を博しました。この、真田信繁の先祖をたどると、真田氏、そして、雲の内、重の内となります。この重の内。高句麗が滅亡後に建国された渤海国、韓国のドラマで出ました、デジョヨン、渤海の王様ですね。との日本の交流において通訳を行ったとされています。なぜ重の氏は通訳できたのか。実は、重の氏自体、朝鮮渡来人の子孫であると言われています。つまり、重の氏、新の氏、真田氏は渡来人の子孫であることがわかります。さらに、この長野県、信州の方の、である真田家の公領であった武田信玄。甲斐の武田家の本家は宮本の義満と言います。そして宮本の義満から、重義満は後に名前を白木三郎義満という名前に変えています。この四代目、宮本の義満から四代目にあたる方が武田信義という方で名前を武田氏に変えます。この武田信義から19代目が武田信玄となるのです。源義満は滋賀県の白木前進堂にて元服する際、名前を白木三郎義満と名を改めました。ネット上では、この白木前進堂で元服したから名前を白木三郎義満としたというふうに言っているのですが、後々江戸時代、厚見誠一、それから小笠原貴長という子孫たちが、いやいや、実は武田家というのは、渡来人の子孫であるというのを文章で残しています。それが、浜松信太大明神と小笠原貴長という本と、それから小笠原貴長が書いている、白木大明神式というので、証明されています。その武田信玄、後に息子が、武田家が滅びてしまうんですが、滅ぼした織田信長。この織田信長について、いろいろご説明したいと思います。戦国時代の覇者、織田信長は、家紋がこの木工紋という、マークですね。家紋です。この家紋は、名古屋や愛知県に非常に多い津島神社からいただいています。津島神社の木工紋。こちらで祀られているのが、スサノオノミコトです。このスサノオノミコト、朝鮮半島、渡来人の神と言われています。日本書紀などにもこういうことが書かれています。この木工紋をいただいた織田家は、実は福井県の出身です。織田家は、織田町という、
この剣神社がある小田町の出身です。剣神社のもともとの最初の宮司が小田家であったと言われています。この剣神社、小田町の剣神社に小田文化歴史館というのがあるんですが、そちらの方に訪ねていくと、越前町小田氏という本が残っています。この本には剣神社のすぐ近くに白木が変化したの新規神社がある、そして小田家の先祖をたどると、剣神社の宮司であったと、そして小田に住んだ人々は鉄を含む土を求め移住した渡来人であると、小田は元来、降りた、つまり旗師が旗を折るという降りたから来たということが書かれています。織田信長がそういった意味では非常に渡来人と関連するということが、分かると思います。次にその戦国の覇者織田信長の意志を継いで、日本を統一に導いた秀吉について話していきたいと思います。秀吉は日本を統一しただけでなく、その後朝鮮半島に出兵することで朝鮮半島との関わりがある人物といえます。彼が朝鮮戦争を起こすのですが、現在豊臣秀吉が連れてきた人物もしくは動植物がどうなっているのかについて簡単に説明したいと思います。京都地蔵院、 JR のコマーシャル、そうだ京都へ行こうにも出た椿寺というのがあります。別名椿寺ですね。この地蔵院、五色八重千里椿というのが現在も残っています。これは秀吉が東京出兵時に加藤清正が持ってきた椿と言われています。また京都国立博物館はですね、草加人物 花隠机というのがありまして、これは秀吉が朝鮮出兵の際ねねに、プレゼントしようと朝鮮半島から持ってきたものとして現在も飾られています。さらに東北の方に、宮城県ですね、国宝瑞巌寺というのがあります。有名な松島の近くにあるんですが、この瑞巌寺にはですね、朝鮮出兵時に伊達政宗が持ってきたという画梁梅というものが現在も現存しております。またこの白と赤、赤ピンクですかね、もう2つの、梅が現在も春になると咲き誇ります。そういった秀吉が朝鮮半島に住み着いて朝鮮出兵時の痕跡などをまた辿っていきたいと思います。江戸時代の有名な赤穂浪士、忠臣蔵ですね。これをまあ簡単に説明すると浅野匠の神と、それから吉良上野介の摩擦によって起きた事件ですが、侮辱された浅野匠の神が江戸城の中で吉良上野介を切ってしまうという事件が起きました。これに激怒した徳川の将軍家が、浅野匠の神をその場でもう切腹しろということで切腹します。これを恨んだ部下たちが、後に大石蔵之介を率いる47人が吉良上野介を撃ったというのが赤穂浪士の忠臣蔵の話です。これが後に歌舞伎や映画、ドラマとして日本人に愛されています。さて、この歌舞伎のために、歌舞伎を演じる役者たちがいるんですが、写真にも出ています、松本幸四郎、松本白鸚などのこの歌舞伎座ですね、歌舞伎ですね、この一座を高麗屋と言います。朝鮮半島の高麗という文字を使った高麗。なぜこういう名前なのかというと、屋号の由来が3つありまして、日本の芸能の起源は朝鮮であるからということと、初代松本幸四郎が若い頃、江戸神田の高麗屋という商店で、暴行したというのが名の由来だっていうのがあります。また、3つ目の由来としては、加藤清正が朝鮮から連れて帰った子孫から、この歌舞伎の祖がいたということで、理由が3つあると言われています。この歌舞伎役者たちが演じる忠臣蔵赤穂浪士ですが、東京に
地図で表すとこちらですね。両国の吉良邸というのが今も現存しています。これは現在今、歌舞伎だったり、漫画だったり、本だったり、映画、ドラマにもなっていますが、実際に彼らが切腹して、最後に、吉良を撃った後に切腹して、祀られているのが、東京港区のある泉岳寺です。この泉岳寺のお墓を訪ねていくと、一つ、竹林忠七という方がいらっしゃいます。彼がどういった人物かというと、豊臣秀吉が朝鮮出兵時に、連れてこられた、綿衣庫庵という人の子孫だそうです。この子孫が、後々赤穂浪として、吉良を撃つ人物です。また、この親戚にあたる子孫たちが、現在も日本で生きていられまして、広島の焼き鳥屋さん、富良之助というところで、竹林博さんが、その子孫と言われています。そして竹林さんの誕生日が実は今日でして、今日 Facebook でちょっといろいろやり取りしたんですけど、本人も誕生日を迎えたということで話していました。次のエピソードですけど、朝鮮出兵時に、たくさんの朝鮮半島の人たちが日本に連れてこられました。陶磁器などを作る人たち、それから女性、いろんな人がいるのですが、まずこの噂を聞いたフランチェスコ・カルレッティという人がですね、九州の方に向かうんです。で、そういう戦争が起きたということは、捕虜がいる、または奴隷を買えるんではないかということで、カルレッティは九州の方に船を回します。この時代、大航海時代と言われまして、奴隷貿易が盛んな時代でした。フランチェスコ・カルレッティは九州に向かい、そして5人の朝鮮人奴隷を買うことになります。当時のお金としては、石鹸1個の値段が人1人の値段だったそうです。それぐらいの価値で売られてしまったそうです。フランチェスコ・カルレッティは買った奴隷5人を連れてインドに向かいます。そして、インドでそのうちの4人を降ろし、まあ、多分体調不良などだと思うんですけど、一人だけ連れてイタリアに連れて行きます。イタリアに着いたフランチェスコ・カルレッティの奴隷を見たピーテル・パウル・ルーベンスというものが、画家がですね、彼を絵に描くんですね。その絵が現在も残っています。これですね。現像する絵がありまして、彼の名をアントニオ・コレアと言います。元の名前があったとは思うのですが、イタリアに連れてこられた彼は自分でアントニオ・コレアという名前を名乗ったそうです。そしてこの絵を描いたピーテル・パウル・ルーベンス。彼も超有名な人なんですが、童話フランダースの犬で、主人公のネロが最後に教会で、ルーベンスの絵が見たいと言って死ぬのですが、このネロが見たい絵というのがこのピーテル・パウル・ルーベンスの絵だったそうです。そんな有名人が描いたアントニオ・コレアの絵ですね。さて、このアントニオ・コレア、イタリアの、小さな村で、アルビという村なんですが、ここで女性と出会います。そして、結婚するのですが、このアントニオ・コレア、非常に真面目に働くということで、奴隷から解放されます。そして、独り立ちして、このアルビという村で子孫を残していきます。このコレアの子孫たちが1904年には新たな新天地を求めアメリカへと向かったという資料が残っており、後に南米に移ったということも分かっています。それを追ったのが1979年、韓国日報でイタリアに住む200人のコレアの一族について特集しています。先ほど1950年に40人のコレアの子孫がアメリカ、そして南米の方に渡ったというのですが、なぜこれがまたわかるかというと、2016年に当時エクアドルの大統領だった方がいます。彼の名前がですね、ラフエル・ヴィンセンテ・コレア・デルガードという方です。彼がもう今退陣しましたが、当時の大統領、エクアドルの大統領として、名前がこのコレアという名前が残っているのですが、もし DNA 鑑定ができるならもしかしたらアントニオ・コレアの子孫なのかもしれません。最後のエピソードですが、秀吉が
朝鮮出兵時にあったエピソードとしては、少しちょっと話がそれるのですが、朝鮮半島三国時代の航空領、航空領、航空領のシンボルマークにから始めたいと思います。航空領のシンボルマーク、これが、鳥が三本足があるやつですね。これが航空領のシンボルマークと言われています。これが後に日本に伝わり、ヤタガラスとして現在残っています。サッカーの胸のワッペンのマークもヤタガラスですが、なぜヤタガラスなのかというと、ヤタガラスが初代天皇、神武天皇の道先案内人をしたということで、ヤタガラスが、有名、日本では道先案内人として有名な鳥ということです。現在、いろんな歴史家の調査によると、ヤタガラスは実は高句麗の渡来人の集団だったのではないかと言われています。また彼らが後々製鉄技術に優れていることで、和歌山の方に集団で移り住んだということも分かってきました。その和歌山に集団で住み着いた子孫たちが、後に種子島に渡った鉄砲2丁を、のうち1丁を作ることによって、鉄砲の集団としてなお世界に発生になります。それが雑賀衆です。雑賀衆は司馬太郎の尻くらい孫市などでも有名なんですが、ヤタグラスを家紋とする、鉄砲のゲリラ集団ですね。雑賀孫市は後々先ほどの織田信長のとの戦いで、太ももに鉄砲を撃ったということでも有名な人物です。またゲームなどでもこういったキャラクターになったり、和歌山の方では和合市祭りというのも現在行われています。この雑賀衆、後々、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に加藤清正と一緒に朝鮮半島を攻め入ります。ところが彼らは、この戦争は善の戦争ではないということで、3000人の兵士と鉄砲を持ちながら朝鮮軍へと寝返るんですね。そして6年間続いた秀吉の戦争も終わる頃、彼は朝鮮の王から雑賀衆の功績を称えられて朝鮮名をもらいます。それが姫金氏という名前です。初代は金春村という名前でした。その金春村さんは別名さやかとも言われ、雑賀衆がさやかと呼ばれたと言われています。そんな彼らが、日本の植民地時代にですね、子孫たちが日本に渡ってきます。その日本に渡った子孫たちが現在も埼玉県で、12代目にあたる金ちゃん村さんが現在も埼玉の方で、住んでらっしゃいます。彼が持ってらっしゃる、直方、族法ですね、家族の家系図が書いてあるもの、韓国語で直方というんですが、そちらの方に、漢字でさやか書いてあったり、日本の清正などの名前も書かれています。10代目の金ジェゴンさんの息子である金イルチョンさん、それから金チャンソンさんが現在も埼玉に住んでいらっしゃいますが、その兄弟にあたる金インテさんのまた子孫たちが現在、荒川区にある東京朝鮮第一所中学校の学生として、勉強しております。最後に豊臣秀吉からですね、朝鮮出兵の時にですね、捕まった10万人のうち、だいたい帰国したのがわずか3000人と言われています。それ以外の方たちは日本に住んで、その技術で、陶磁器を作ったり、いろんなものをまた活躍したと言われています。これはまた何かの機会があればまた説明したいと思います。秀吉の右腕と言われた、今度は黒田官兵衛について簡単にまた説明したいと思います。黒田官兵衛は2019年に元 V6 の岡田くんが演じた、軍師官兵衛で有名な人物です。この官兵衛ですが、彼の人生を変えたというのが、一つのエピソードがあるんですが、これも簡単に言うとですね、豊臣秀吉になぜこんなに尽くしたかというと、黒田官兵衛が有岡城の戦いというのを行くのですが、その際に捕虜として捕まってしまいます。で、その、なかなか
捕まったことが伝わらなかったので、秀吉の上司にあたる織田信長が、あいつは裏切ったんだということで、黒田官兵衛の息子を殺してしまえと言うんですが、秀吉がそれを密かに守って、官兵衛が見つかった時に、息子を殺さずに、かくまっていたということを言うんですね。それから黒田官兵衛はですね、秀吉に非常にこう、忠誠を尽くすことになって、彼の軍師として、後に名を馳せるようになります。で、その黒田官兵衛が捕虜として捕まっている間にですね、非常に狭い牢屋に入れられたということで、足がちょっと不自由になります。それを知った秀吉が、兵庫県にある有馬温泉で体を癒したらどうだということで、何回も黒田官兵衛は有馬温泉に行くことになります。関西の方ですと、有馬温泉と行くと、CM で、有馬温泉紅葉閣へっていう CM が流れるので、よく知ってるとは思うんですが、この紅葉閣というのが、秀吉が何度も訪れた有名な温泉であります。で、官兵衛もこちらに何回も通ったそうです。でこの紅葉閣を中心とする有馬温泉ですが、神戸市の教育委員会に書いてある神戸史跡というのに、有馬温泉はその昔、大名持ちの御事と少名彦名の御事の二神が作られたというふうな伝説が残っていると書かれています。この二つの神様によって、有田温泉が開かれたというのが、書かれているんですが、これもまた日本書紀にも同じことが書かれています。さて、この二つの神様なんですけど、広辞苑を開くとですね、から神、漢の神様、韓国の神様という単語を開くとですね、朝鮮から渡来した神の意味で、先ほどの少なみこのみこと、大名口のみことと少な彦の名のみことの二神を表しているという書いてあるんですね。つまり有馬温泉はこの渡来した朝鮮半島の神が、切れ開いた温泉地だということが、わかります。またこの温泉を非常に、とても大切だということで、後々に伝えなくてはいけないということで、先ほど紹介した行基もこちらに温泉寺という名前のお寺を建てたりしたことでも有名です。さて、秀吉の後、徳川家康が日本の覇者となるのですが、徳川家康と朝鮮半島の関わりについてご説明したいと思います。徳川家康の菩提寺がどこにあるかというのは、皆さんもわかるでしょうか。東京タワーの横にあったり、浜松町にあって、そして芝大門がある。なんとか成寺です。これですね。増上寺です。この増上寺に、経蔵、お経を定めておくという建物があります。ここで最も大切なお経が3つあると言われています。その3つのお経が、相伴大増経。中国から伝わったお経ですね。そして、原版大増経。これはモンゴルから伝わったお経です。そして、高麗版大増経。これが、朝鮮半島からいただいた大切なお経です。この三つのお経が収められています。この大増経の中、前にですね、東京都教育委員会が書いた説明文にも高麗版の大増経があるというふうに書いてあります。さて、このお経がどこで作られたかというと、世界遺産である韓国の平山南道にある平林寺です。なぜこのお寺がユネスコ世界遺産になったかというと、このお寺ではですね、お経を手で書くのではなく、世界で初めて印刷物、ハンコで書いたお経の版があるということです。こういったお経を印刷するための経版というのが世界で初めて作られたと。印刷物がここで初めて作られたということで世界遺産になっているということです。こちらで印刷された高麗版大増経がこの増上寺に収められています。徳川家の菩提寺というのがですね、先ほどの増上寺と、それから、北の方にある、鬼門の方にある寛永寺なんですが、
この寛永寺にもですね、朝鮮半島との関わりがあります。ドラマ暴れん坊将軍でも有名な八代将軍徳川吉宗ですが、彼はですね、朝鮮半島から渡ってきた朝鮮通信使からいただいた高麗人参をこの寛永寺にて育てて、見ようということをするのですが、まあ後々結局育たないんですね。そういったものが、文書の中に残っています。徳川家康から始まった朝鮮通信使ですが、豊臣秀吉の時の戦争をそれから捕虜を返すということで朝鮮通信使を日本に呼ぶことになります。家康は江戸時代に13回朝鮮半島から朝鮮通信使を呼ぶことに成功しています。もちろん家康の時代は、約1回、その後12回日本に渡ってきます。東京で見る朝鮮通信使の痕跡を見ることができるのが、江戸時代の朝鮮通信使を見ることができるのが日本各地にあるのですが、まずはこの静岡県ですね。静岡県に朝鮮ソテスのというのがあります。ここは、静岡県の東照宮なんですけど、こちらの方にですね、朝鮮通信使が持ってきた朝鮮ソテスをですね、境内の中に育てて、現在非常に大きなものになっています。また、日光の方にも朝鮮通信使が足を運ぶのですが、そちらは日光の手前の今市市という場所がありまして、そこで通信使が止まった後、こうやって説明文で書かれています。また石碑もこうやって作られていまして、こちらの方で今市市の方では朝鮮通信使がこちらに止まったという説明文も書かれています。朝鮮通信使は今市市から日光東照宮の方にも行くのですが、こちらの東照宮には朝鮮通信使ゆかりの品が現在も残っており、博物館などで見ることができます。さらに東照宮の中で、陽明門のすぐ右側なのですが、通信使が持ってきたという朝鮮書、朝鮮の鐘が飾られてありますし、それから三代将軍家光のお墓のすぐ近くにですね、お墓のこと、海遊院というんですけど、そのお墓にはですね、朝鮮灯籠が、飾られています。この朝鮮灯籠をよく見ると、近づいてよく見ると、朝鮮国から持ってきましたよという漢字が書かれています。さて、東京で見られる朝鮮通信使について説明したいと思います。朝鮮通信使は品川の東海前陣の方に泊まったり、後に高輪木戸と言われるこちらの門をくぐって、そして銀座の方に歩いてきたそうです。こちらにはですね、江戸時代芝口御門という門がありまして、徳川家が朝鮮通信使に私たちが日本を支配してるんだという権力を見せつけるために門を作ったそうです。現在はこれはないのですが、史跡がこうやって残されています。銀座8丁目の交差点からすぐ近くなんですけど、芝口御門というのがありましたよっていうのが、現在も跡として残っています。芝口御門ですが、宝永7年、1710年に作られたそうです。この芝口御門のすぐ前を川が流れていたのですが、ここに芝口橋というもの、川を作ったそうです。橋を作ったそうです。その橋が、後々14年後に燃えてしまうんですね。で、芝口御門と、この芝口橋が火災によって消えてしまいます。しかしまた朝鮮通信使が来るかもしれない。この便利な橋は必要だということで、新橋、新しい橋を作ることになります。それで現在の新橋駅というのが、付けられたということですね。朝鮮通信使は、芝口御門を通り、そして、大手町の方に渡ってくるんですが、大手町を通ることで今度は江戸城に入っていきます。その大手町の過ぎたあたりにですね、橋が現在もあるんですが、これ木地橋っていうんですね。この木地橋にはですね、この橋のたもとに全国から木地を集めて、朝鮮通信使に、食べてもらおうということで木地を集めたことから、ここに木地橋という橋が今も
名前が残っています。一旦ちょっと東京を離れてですね、大阪のでも見られる朝鮮通信誌ですが、大阪の方に高麗橋というのが現在も残っています。で、高麗橋の前にはですね、郵便局が大阪高麗橋郵便局、朝鮮名の高麗というのが非常に残っているんですが、これもやはり朝鮮通信誌のために架けた橋ということで、高麗橋という名前がついたそうです。そしてここからさらに歩いていくと、竹林寺というのがありまして、この竹林寺の中には、朝鮮通信誌が日本に渡ってきて、そして、ある若い青年が途中で病死してしまうんですね。金半順という方ですけど、彼が病死することで、お墓を作って、そしてこの竹林寺の中にお墓が現在も残っています。江戸城。朝鮮通信誌は海を渡り、そして、やっとの思いで将軍に会おうということで、この江戸城に入ってきます。この絵にも書いてありますが、内堀の中を渡っていく、内堀を渡って江戸城に入る際に、門があります。現在もこの門は残っていまして、現在江戸城は皇居になっております。この入り口に、大手門というものがあります。この大手門の名前が由来で、現在大手町という名前が、町の名前になっています。さて、この大手門の本来の名前は何という名前かというと、この右側に石碑があります。この本当の名前はどういう名前かというと、大手高麗門という名前です。朝鮮通信誌はこの門をくぐって江戸城に入りました。さあ、日本の戦国時代、江戸時代の有名な方々の話が終わったのですが、近代に入って、やはり皆さんの記憶にもあるように、朝鮮半島と日本は植民地化していきます。その前にですね、やはり明治時代と朝鮮半島は非常に関わりを持っています。その関わりを持つ人物というのが金木犀です。この金木犀と、それから一万円札の福沢諭吉。どういった関わりだったのか、ご説明したいと思います。金木犀、1851年から94年。非常に短い期間で、生きた方ですね。彼はですね、日本に留学します。日本になぜ訪れたのかというとですね、やはり当時日本は明治維新ということで、新しい時代を切り開きました。金木犀は朝鮮半島でその噂を聞き、日本で勉強しようと。ということで、日本に訪れます。そして、師として仰いだのが福沢諭吉でした。福沢諭吉も朝鮮半島から渡ってきた金木犀を非常に可愛がって、そして彼を慶応義塾で、勉強させたそうです。金木犀は勉強した後にですね、朝鮮半島に帰り、やはり日本の明治維新のような革新チョンビョン、更新事変というクーデターを起こすのですが、うまくいかなくてですね、3日でこれが失敗してしまいます。これが、彼の運命を変えまして、また日本へ亡命して、札幌、小笠原諸島、そして上海に逃げます。ところが、当時の、封建国家であった、朝鮮の、DC 朝鮮の暗殺者に上海で暗殺されます。福沢諭吉はその話を聞いて非常に悲しみまして、現在も残る浅草本願寺で葬儀を行ったそうです。そういった金木犀のことをですね、愛した日本人たちがですね、福沢諭吉だけではなくて、いろんなところにいたそうです。なので、現在日本にはですね、金木犀の墓が2つありまして、青山墓地と、それから東京文京区白山にある新宗寺に墓が2つあります。また、金木犀が残した文字なども、東京に各地に残っています。杉並区の久我山稲荷神社にはですね、金木犀直筆ので、人心堂の碑というのがあります。これが金木犀が書いた文字を石碑に刻んだそうです。その他、足立の宿場町商店街というところにですね、昇仙寺というのがあるんですけど、この赤い門をくぐると、お寺の銅像があります。銅の鐘があるんですが、この銅像の下に銅板が貼ってありまして、ここに金木犀が書きましたよという文字が現在も残っています。これは住職さんですね。その他、日暮里の永久寺というところにですね、金垣露文という方のお墓があります。
新垣老文さん、こういった方です。これは明治時代、つまり日本で初めてのマスコミと言われて、新聞などを書いた人です。この金垣露文さんのお墓にですね、キモッキュンの文字が刻まれています。金垣露文さんは生きているうちにキモッキュンさんにもし私が死んだ場合は、お墓に文字を書いてくれという遺言を残し、彼にもそう伝えたそうです。キモッキュンはそれを、その話を聞いた後にですね、やはり、お墓に文字を書いたそうです。この正面の文字、この文字は私がキモッキュンが書きましたよということが書かれています。その他ですね、李王朝、日本の植民地最後の王様である、またここでもちょっと岡田くんが出るんですけど、2006年のドラマで虹をかける王妃というのがありましたが、朝鮮の王族と、それから、日本の天皇家との女性を結婚させることで、植民地化を植民地化を進めたのですが、そのドラマが2006年にありました。当時の主人公はですね、岡田君の主人公役としてやったのがリー・ウンですね、左の写真。このリー・ウンが、その植民地化された後、どういうところで住んだかというのが東京でも見られます。この東京赤坂プリンスホテル。現在はちょっとこの建物はないんですが、この建物の後ろにですね、現存する赤坂プリンスホテルの建物が現在もあります。ここに、李運は日本に連れてこられて住んだそうです。現在も中は自由に見ることができますので、まあ、結婚式以外はですね、入ってすぐ従業員などに言うと、自由に中を見させてくれます。また食事もできますし、こういうところで李運が住んだなっていうことを見ることができます。李運はですね、1963年植民地が終わった後に、李雅子さんとですね、共に帰国して、7年後に亡くなります。そういった李運が住んだ建物が現在も赤坂にあるという話でした。またその、赤坂の李運の住んだ赤坂プリンスホテルから、さらに渋谷の方に向かうと高橋惟喜王公園というのがあります。彼は日本銀行の総裁をした後にですね、日本の首相になります。総理大臣になるんですが、226事件で暗殺されてしまう人物ですね。その彼が住んだ家の跡地がですね、現在公園として残っています。この公園を訪ねると中にですね、朝鮮半島からの由来がある石像などが現在も残っております。現在なぜここにあるかというのはまだわからないのですが、こういったものも青山通りから見ることができます。最後にです。まあ、弥生時代からですね、簡単に説明した後にいろんな日本の著名人を紹介させていただいたのですが、約2000年間の間にですね、朝鮮半島、韓国と日本というのは非常に仲の良い時代を読んでまいりました。ところが、秀吉の朝鮮出兵、それから1910年からの日本との植民地時代、そして最近では共和国北朝鮮の拉致事件問題などが日本と朝鮮半島の摩擦となっています。ところが、この3つのことを足してもですね、約50年に満たないんですね。今その50年も満たない歴史をですね、私たちが今後もお互い傷つけ合ったということで相手にしないのかというのではなくて、2000年も仲良くしてきたではないかということを私たちが心に刻んでですね、今後も2000年仲良い共に歩む時代を歩めればと私はそう思っています。今日の講習会、講義は以上で終わります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ジャンゴン先生の講義でございました。皆様いかがだったでしょうか。はい、本日は、第2回目で、韓国朝鮮半島と日本の著名人というテーマで、お送り、
ました。はい、前回はこうです、ね、日本の中の韓国ということで、いろいろな土地をですね、日本の中でこうゆかりの地をこういろいろこう先生に講義をしていただきましたが、今回は、人というのをテーマにして、ね、お送りさせていただきました。はい、皆様、いかがだったでしょうか。はい、それでは、これで終了させていただきます。先生は、リチャンゴン先生でございました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最新オンライン講座、リチャンゴン先生のコリアチックジャパンを終了させていただきます。皆様どうもありがとうございました。さようなら。